腸と脳という本読んだので、いつもながら興味深かったところをメモしていきますと,、えー、っと。著者はエムラン・メイヤさんですね。カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授ですと、えー。2018年の本になりますで。内容紹介をしますと、えー、腸と脳のつながりを研究し続けてきた第一人者が腸と腸内の微生物と脳が交わす緊密な情報のやり取りが心身に及ぼす影響や腸内環境の異変と疾病の関係などについての最新知見を分かりやすく解説すると。健康のための食事や生活についての実用的なアドバイスも取得と。 で、本を読む理由なんですけど、まあ知識の保管ですね。まあただ本を読んでみて。まあ新しくこのね。この辺の分野から。 知識というか、うん、そういうのはあんまなかったですね。もう読む意味はあんまなかったかなと思います、僕的には。はい。で、えー、重要なところをピックアップするとしては、どこだろうな。まあ、やっぱその第2の脳と言われているのが面白いですよね、えー。腸にはすごくね、神経というものがありまして、まあ、神経細胞がありまして、第2の脳と呼ばれています。あと腸内細菌ですね。腸内細菌というのは、まあ、人間のお腹の中に、まあ、900から2 7 0 0グラムぐらいあるんですね。まあ、2kg って結構重いですよね。で脳の重さは1 2 0 0グラムで、 でですので、まあ、2キロといったら結構な重さで、まあ、腎臓とかねその辺と同じ重さなので、まあ、第二の脳と呼ばれつつ、まあ、もう一つの臓器とかも呼ばれているんですね。あとね、えー、腸というのは、えー、脳へのね脳へに死に行シグナルを送っていますと消化管は脳の介入がなくてもその活動のほとんどを維持できるのに対し脳は消化管から送られてくる必須の情報に大きく依存するということで、まあね、結構ね脳みそさんも腸のね情報を、まあ、聞いてるって感じですね。 あとこれももろっかったですね甘みと苦みの、ね、味覚受容体っていうのがね腸にもたくさんあるんですって、えー、口のみならず消化管にも存在しているとマウスの腸内には、えー、あフィルオになってる。 フィトケミカルレ,レ,レセプターが28種類も特定されてるんですね。フィトケミカルっていうのはあの植物にある、まあ、あのポリフェノールとかあの辺のことですね。でその辺、その受容体っていうのが28種類も、ね、特定されてますと。まあ、人間にもあるだろうとで。ハーブやスパイスに対する味覚の思考における地域との違いっていうのは地域住民をフード病から守るために摂取されていたことから生じた可能性が十分に考えられるということで、まあおもろいですよね。 まあ何かが好きまあ僕とかすごい一味が好きなんですけどもしかしたら一味というものは僕の腸が好きなのかもしれないですね。いや分かんないですけどねこの辺は。はい あとはどうしようかな。まあ、腸の表面を保護する、ねえー、粘液というのがあります。腸壁の特殊な細胞によって分泌され、腸壁の細胞に固着する薄い内部の層と固着していない厚い外部の層という、ね、2つの層によって組織されていますと。と2つの層は厚さ 0.15mm になりますとで。これは髪の毛の太さの約1.5倍、mm、ぐらいですねで。内側の粘液層は、えー、脳みすで、細菌はそこを通り抜けられないですね。内側のこの粘液層があるから、まあ、その細菌をガードしてくれているんですね、えー。こうして腸の上皮細胞の表面は保護されております。ただこのねえー ね、エピソーっていうのがなくなっちゃったら腸から細菌がね入ってくるということが起こったりするんですね。まあ、糖尿病患者とかはね。こういうことが起こっているらしいです。うん。あと、腸のバイマイクロバイオームの相関があるということで、まあ、各構成要素同士で対話したり、フィードバックを送り合ったりしていると科学者は考えるようになったんですね。まあ、これはあの？ えー、NHK の、えー、何だったかな人体か山中先生とタモリさんが話してたのでもよく言われてましたね、えー、もう脳みそとか、えー、肝臓とか心臓とか、まあ、腸とかね全てがフィードバックを送り合ってこの人体というものを、ね、構成してるんだぞみたいな話がありますあとストレス脳の話もうんまあこれはどうしようかなまあこれはいいかはいあ、まあ、この辺もいい人工甘味料のことは知ってた方がいいかもしれないですね人工甘味料っていうのはまあなんか太らないでハッピーみたいな砂糖かもしれないですけどまあ意外や意外と まだ、ね、その解明されていることっていうのが多いわけじゃないんですけど、まあ、デメリットもありそうなんですね、えーと。人工甘味料を摂取したマウスの便を摂取したことのない無菌マウスに移植すると、後者に、えー、体糖能障害や体じゃないえ、体糖の障害や、えー、メタボリックシンドロームの兆候が見られるようになったんですね。でこの体糖の障害というのはブド,ウのブドウ糖の代謝に異常が生じた状態ですね、えー。正常と糖尿病の間に位置、糖尿病に移行する可能性が高いと考えられているんですね。 あとマウスのねマイクロバイオータっていうのを分析したところ高脂肪色を摂取した時と同様人工甘味料の摂取によってバクテロイデス属の細菌がね腸内で増えていることが分かってきましたとうんまあだからその人工甘味料が、まあ、どれぐらい危険かっていうのはねまだ、あ、結構未知数なところが多いんじゃないかなって感じですねあと食品乳化剤のことも知っておきましょうと食品乳化剤っていうのはその洗剤に似た分子からなり水と油のような通常は容易に混合しない2種類の液体を混ざり合わせるように働くんですねうん まあ、マヨネーズとかソースとか、まあ、加工食品に入ってますと。で、えーと、マウスに低濃度の食品入荷剤を与えたところ、マウスに軽度の腸炎肥満メタボリックシンドロームの症状を引き起こさせたと。で、LPS レベルが増加しましたと。うん、まあ、この辺はちょっと専門だからほっといてもいいでしょう。まあ、とりあえず、あんまり良くなさそうだってことなので、まあ、この動画、この動画じゃないけど、今までの動画でも何回か言ったように、まあ、加工食品とかっていうのはね、あんま食べない方がいいですよってことでした。うん。 まあ、それぐらいかな。まあ、結局のところ、その、発酵食品を食べるな、お菓子を食べるな、えー、肉はほどほどに野菜をたくさん食べようぐらいなんですよね。うん。<laughs> あと、発酵食品か、発酵食品を食べ、食べていきましょうというね、まあ、まとめちゃったら簡単な話で、まあ、それをもっと具体的に知りたい方は、うん、この本を読んでみてもらえたらいいかなと思います。でもねちょ、意外と読みづらかったので、あのー、何だったかな、超科学か。超科学って本が一番読みやすいかと思うので、そこから入っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、今回はこんなところで。